じゃあ、こんにちは。はい、はい、豊さん、はい、このホワイトボードがないということは速報です。まあそうだね、はい、まあ、速報というか、まあ大体分かってたけどっていうような感じだけどもね、うん、まあそこに至るまではいろいろありましたのでね、まあ DNA 筒香が誕生するというね、はい、まもなく近日中に正式発表というような報道が流れてますけれども、まあ、そうだね、はい、まあちょっとほっとしたという感じがするね。一番はまあどこ行っても応援はしようと思ってたんだけど、はい、やっぱ古巣に帰るというかね、うんうん、やっぱこう同じユニフォームを着た人間だから、はい、まあ、DeNA で、まあ、ヘッドコーチに帰った時に、まあ、筒香がいて、うん、まあ、一緒にこういろいろやったしね、2年間ねずっと、まあね、いたということですよね、筒香選手が3年目4年目くらいですか。まあそうだね、はい、まあ、それでなんかこうバッティングピッチャーやって筒香が打つとか、うん、なるほど、まあ、その中で勝負しながらねえ、まあ楽しい日々を過ごしたけども、はい、まあ、メジャー行くって言った時にはね、うん、電話をいただいて、うん、行ってきますと、まあ夢が叶ったなということで大暴れしてこいというようなことだったんだけども、はい、まあメジャーではね、うん、まあ、そんなにおましい結果というか望むような結果が出なかったけども、うん、また日本を復帰してくれる、それも古巣にしてくれるということで本当楽しみだわ、うん、これをねすごく喜んでいるファンの方は大勢いると思うんですけれども、うん、いやそりゃいるよ。25番はね空いているのでね。違う違う、もう筒香が行く時に、はい、うん、あのポスター、はい、ね、うん、背中25番、うん、はい、待っているって、はいはい、言って送り出したんだから、お、うん、だからまあ確かにね時は流れてね、うん、まあ日本の情勢も筒香の情勢もいろいろ変わっていて、うん、まあどこに行くのかなっていう ね、まあ、最初巨人が有力化っていうふうにされてたんだけども、最初そういう報道出ましたよね。まあそうだね、もちろんその巨人行っても筒香、うん、自体はねやっぱ応援しようとは思ってたけども、やっぱ古巣ということはまた特別だな、こう一番なんか自然な流れというか、まあそりゃそうだね、ね、これが一番こう皆さんが喜ぶというか、まあ他の球団も、うん、まあ、古巣に復帰するということで、うん、納得せざるを得ないというかね、うん、まあ、そういうこともあるだろうし、はい、まあ、一番こういい選択をしたかなっていうね、うん、まあ、そんな感じがするよね。ねえ、報道では5球団ほどね競合したっていうようなね、あれもニュースもありましたけれども、それはさ日本でさ、うん、まあ、いる間は205本かな、うん、通算でね日本球界では打ってるし、投高打低の中、はい、やっぱ打てるバッターって欲しいよね、うん、だからそういう意味では筒香なんていうのはもう格好の素材だしね、うんうん、ただその心配なのは、はい、その野球からちょっと離れてるということだよね、実戦ということですね。そうだね、うんうん、だから調整期間も含めて、うん、契約したからといってすぐ復帰できるかっていうと、まあ、ちょっと調整期間というのが必要だしね、満を持して出てくるというような感じだよね。もういつになるんでしょうっていうのは多分もう今からねファンは楽しみ、まあ、まあさ楽しみだよ、俺も楽しみだしな、まずあのユニフォームを着た姿をまず見たいですよね。まあもう25番決定だろうしな、うん、それとなんて言うんだろう、まあ彼の性格を考えると、うん、ほんと負けず嫌いで根性あるというかさ、はい、で、まあ、中田監督とね、でこのチームはやっぱ振りが弱いと、はい、打てないと当時ね、うん、はい、だから相当鍛えなきゃいけないですねっていう話をした時に、うん、で中田監督ももう相当鍛えようと、うん、でいい素材を得るとやっぱ筒香に目をつけて、中田監督もね、うん、やっぱこいつが柱にならなきゃいけないということで、まあもう忘れもしない奄美大島行って、はい、もう振り込まして振り込んで振り込んでまあそんな打つことに関してはついてくるんだけども、うん、そのランニングだよ、最後のランニングね、はいはい、でスウェーデンリレーじゃないけども、なんかね401本、301本、どんどんね、201本つって、これを何セットかやった中で、で大体こう足がつり出すとかさまあそういう状況だったのよ、はい、で筒香も忘れませんけども全身つったみたいな感じになったんだよねで水を飲み何しって、うん、でもうあんまりやらすと怪我につながったらいかんから、ね、うん、筒香もうやめとけって言ったら、いややりますと、で最後まであいつやり通したっていうね、うん、ま
まあ記憶が蘇ってくるけども、うん、ちょっと言うここにね、うん、ちょっと故障を持ってたんだよね、手首にね。あ、うん、ですぐ痛くなるという古傷みたいな、古傷みたいなね、うん、でやっぱこう手術して、うん、ちゃんとした方がいいって言ったんだけども、いやだけど手術しないでやりたいと、うん、いうことで、その代わりこのキャンプで痛くなってできなくなったら手術だぞっていう約束をして臨んだんだけど、はい、うん、やり通したよあいつ。いやだから相当な根性の持ち主だし、うん、また人がいいからねあの子は可愛いからね。ねいやだから本当にそういうね、まあ、後輩でもある筒子が帰ってきてくれるっていうのは、まあ、朝から本当に嬉しいわねえ、うん、アメリカ行った時もねちょっとチャンスがなくて会えなかったんでね。まあまあそうだな、豊さん会えるっていうこともまた楽しみ一つですね。いや日本で、うん、やっぱり苦労話なうん、うん、で順調に行って華やかな世界で華やかな世界のまま帰ってくるっていうこともね、うんうん、すごくいいとは思うけども、やっぱ筒子ってやっぱこっちでは一流で、はい、向こう行ってまあこうチャンスというかね、うん、そういうものも逃しながらいろいろな球団を渡り歩いて苦労したと思うんだよね、はい、まあ、そういう話も聞きたいし、うんうん、でも日本で今やってる人たちがどれだけ恵まれてるかっていうこともやっぱ筒子の口からね、うん、やっぱこう DeNA の選手たちには伝えられると思うんだよね、うん、だから そういうことがまた一つの勉強になって、うん、現状に満足するんではなく、みんながまたやりだしたらすごく強いチームになるかなっていうようなね、うん、まあ、そういうことも考えてる、うん、可能のであればね YouTube でねお話できたらいいですけどね。まあまあそうだね、そうだね、うん、まあ、チャンスがあったら ね、まあゲストのオファーは出そうとは思ってるけども、本当です、ね、ただその筒子が入ってじゃあ DeNA がどう変わるかということだよね、うん、これはね間違いなく強力打線になることは確かだよ、はい、まあ、例えば怪我で、まあ、登録抹消になったオースティンがいるとして、はい、オースティン、まあ、筒子、佐野、牧、宮崎、この5人がずらっと並んだらさ相当嫌だよね。今こうずらっと並んだら怖いねっていう、例えばソフトバンクとかの打線に近いような感じでした、うん、まあまあそうだな、うん、それよりも強力になるかもな、うん、っていうような感じがするんだけども、やっぱ実際ポジションだよね。なるほど。今オースティンがファーストから外れてて、うん、で佐野がね来たりとかもしてるけども、はいはい、やっぱ佐野が楽になるかな、筒子をファーストに入れるとね。なるほど、うん、で外野専念になってくると、うんうん、佐野がファーストをやると打率がちょっと低いんだよね。やっぱ守備に気を取られるというかさ。なるほど。だからそういう意味では外野専念にできる、まあ、例えばオースティン筒子がいればさ、うんうん、もう戻ることはないと思うけども、まあ、そういう面ではいい効果が出てくるよね。うん、ただオースティンが今いないからいいけども、オースティンが帰ってきた時にオースティンをじゃあ筒子をファーストを外野に回すとさ、やっぱこう、まあ、渡来が今いて佐野がいて、まあ、関根が頑張ってると、で飽和状態になっちゃうんだよね、はい、まあ、ここら辺競争が激化するっていうことはもう間違いないんだけども、どういうふうに三浦監督がさばいていくかっていうかさ。なるほど。だから嬉しい悩みはあるよね、うんうん、まあ、そうやってね、みんなが競争することでレベルが上がっていくっていうこともありはしますが、なかなかね大変ですね。いや、まあそれはやっぱ砂漠っていうかさ、うん、それはやっぱ大変なことだと思うしね、うん、まあでも横浜高校ということで、うん、渡来の先輩になるよね。本当ですね。だから渡来が、うん、まあいろんなことがこれから勉強だと思うんだけどもやっぱ筒子というね、うん、師匠を得るような、そうですね、だからプロ野球っていうのはこういうことだし、もっとこうしないかしないかっていうことはなんか先輩から学ぶとね、これはもう筒子は間違いないと。これは本当1年目の渡来選手にとってもいろいろな影響があるということですね。まあ一生の財産になるかもわからないし、うん、これはやっぱこう期待はしたいよね。うん、まあそうするとまあね、戦力っていうこと以外にもいろいろないい影響をもたらしそうなこの移籍ですかね。うん、やっぱこうメジャーに俺らも足を運んでね、うん、でいろいろ体験していろんな人と接してきたけども、
やっぱこう一流の人って人に優しいよね。あ、そうですね。もう本当に対応もしっかりしてるしさ、うんうん、なんかすごくなんか人に対しての思いやりがあるというか、はい、そういう人間性も育つなっていうような感じがしてたんだけども、一番感じましたよ ね、うん、だからあの筒香もやっぱこうね、自分が本当にこう苦しい思いをしながら、だけど華やかな世界にまた戻り、うん、またね違う世界に行きみたいな、でこう戻ってくるわけだけども、はい、やっぱ彼も人間的にも本当に成長したと思うしね、うん、あの優しくなれてると思うんだよ。人の痛みっていうのは分かると思うんだよね。でも人の痛みが分からない人っていうのはやっぱりあの簡素の感じがするな。あ、うん、薄いというか、そうだから言葉の重みっていうかさ、はい、あそういうこともないだろうし、うん、でもこれからあの筒香が発する言葉っていうのは DNA にとってなんかプラスなことしかないようなね、うん、まあ、そんな感じもするし、うん、だから本当にね講師ともなんかこう期待をしたいなっていうような、なんかすごく嬉しいニュースが飛び込んできました。本当です ね、まあ、豊さんもね、あの久しぶり何年ぶりかに再会することになるとは思うんですが、うん、本当あのいろんな楽しみがあって、まずは元気な姿見たいかなっていうところ、やっぱりもう本当にあの野球の姿、うん、あの筒香の豪快な一振りをね、うん、早く見たいというふうに思っています。はい、はい、頑張ってくださいよ。はい、はい。